ビートルユロジャでございます。本日は先ほどマック行って朝マックを買ってきました。今日買ってきたのは、ソーセージエッグマフィンと、チーズベーコンポテトパイとハッシュドポテトとアイスコーヒーのブラックです、はい、早速これを、で朝マックしたいと思います。早速いただきます。マック久しぶりですわ。久しぶり、まあ、今日ちょっと仕事なんですけど、仕事行く前に朝4時50分ぐらいに起きて、バイクでマックに行ってきました。マックのストロー、これ紙ストローですね。スタバも確か紙ストローです。早速ソーセージエッグマフィン。ソーセージエッグマフィン人気あるんですよ。ソーセージとエッグですからね、絶対うまいですよ。これたまに食うんですよ。早速いただきます。かぶりつきたいと思います。うんうん、あーうめえ。アイスコーヒー最高です、うん、皆さんあれですか、朝マックとか行かはりますか？なかなか仕事ね、社会人の方はなかなか行く時間がないと思うんですけどね。まあドライブスルーとかで、買って食べるのもいいと思いますけど、なかなかね、まあ、コンビニでコーヒー、カップコーヒー飲む人が多分多いと思うんですけど、うん、うめ。はい、ハッシュドポテト。マックといえばハッシュドポテトですよね。うん。うん。あ、うめ。マックはね、あれなんですよ。テイクアウトね、テイクアウト、店、まあ、店に食った方が美味しいんですけど、テイクアウトの場合やったら、もう30分以内に食った方がいいですね。30分、まあ1時間とかあんまり時間が空くと、やっぱり湿気で、ね、寝ちょってなるんですよ。だからその湿気で寝ちょっとなる前にもう速やかに食った方がいいですね。だから慌てて帰ってきました。うんうん、仕事前のスマック最高っすよ。うん、
今日はなんで朝マック食べてるかと言いますと、食べてるかと申しますと、ちょっと朝今日時間があるんですよ。今日現場ちょっとあの 家から近いんですよ、はい、でちょっと朝ゆっくりできるんで、それで朝マックにしました。うん、チーズベーコンポテトパイ、これ食べたことないんですよ。もう出てだいぶ なるんですけどね。一度きりの夏に二度味わえるパイ、めちゃ得っす、それ書いてます。チーズベーコンポテトですからね、どう考えてもうまいでしょ。絶対にみんなが好きな組み合わせですよ。早速かじりたいと思います。うんうんうん、あ、これ、うん、あ、これはめちゃめちゃうまいです。うん、まい。チーズベーコンポテトパイ190円ですね、うん、サクサクでめちゃめちゃうまいです、うん、やぜかあれですよね、揚げ物ってなんかめちゃめちゃうまいですよね。揚げ物は体に悪いのは分かってるんですけど、もうやめられないですね。うん、なんか今日から仕事って憂鬱ですね。まあ、まだあと、もうちょっと残暑残りますけど、言うてる間に、寒い冬来ますからね。まあ、寒い冬来る前に、台風ですかね。台風がどこに来るかですね。うん、今のとこ、そんなにね、日本列島台風直撃で被害、あったとこもありますけど、そんなに被害出てないんだね。まあ、これから台風どうなるかは分かりません。まあ9月、うん、9月10月はもうほんまにめっちゃ台風来そうな気がしますが、うん、台風はね、風もきついんですけど、雨がゲリラですからね、台風は。でもなんかあれですね、まあ子供の頃の夏休みってなんかすごい幸せでしょうね。まあ1ヶ月、まあ長いようで短い、長いようで短いですからね、あっという間ですからね。まあ子供の夏休みもあともう少しですよね。もうすぐ終わりですよね、うん、まあ大人の夏休みも、まあ大手の企業とかやったらね、長い休みになるかもしれんけど、中小企業とか
零細企業とか休みあんまないんですよ、小さなとこは。うん、休みがない、少ないし、まあ自由時間もあんまり少ないですよ。うん、中小企業、零細企業とかは、まあ、あんまり休み増えると給料に響くんですよ。その後安になるんですよ。大手とかはまたちょっと別かもしれないけどね。だからあんまり休むと、まあ、あんまりよろしくないですね。会社的にはなんか白い目で見られるみたいな。して稼げる仕事なんて、まあほぼないですからね。まあ年収ね、1000万以上もろている人やら年収800万、年収500万、まあ人いろんな人いますけど、それもう年収500万稼ぐだけでもめちゃめちゃ大変ですよ。まあ簡単に、まあ中には1000万超えてる人とか普通に、まあ多分たくさんいると思うんですよ。まあ当然能力の高い仕事だと思うんですよ。多分めちゃくちゃ大変だと思うんですよ。かといってそのまあ僕も建築業界とかの仕事をしてるんですけど、そんなにどうもそんなにめちゃくちゃよくはないんですけどね。それはまあ大変ですよ。いや、そんなにむちゃくちゃ高額じゃないんですけど、大変ですよ。まあどんな仕事でも大変ですよ。どんな世界でも。飲食店の厨房もものすごく大変やけど、ね、接客業も大変ですよ。安いけど給料。世の中いろんな仕事ありますからね。こんな仕事あんのかっていうぐらい、ほんまにいろんな仕事ありますよ、ね、やっぱり仕事って自分のスキルをが中心じゃないですか。自分のできる仕事ね、全くできない仕事ね、初めての仕事に就職するっていうのはあんまりないでしょ。やっぱそうするとやっぱ給料安いんでね、やっぱりあのできる仕事でね、スキルアップしていった方が給料ももらえると思うんですよ。まあ、その分給料良くなったら、だった分仕事はハードですよ、うん、皆さんそういうことは言わへんですけど、現実ハードですよ。給料アップを狙うということは、そう楽な仕事じゃないです。まあ楽かもしれんけど、ちょっとこう能力の高い仕事ね、その辺のペイペイではできひんような、まあ、仕事ですかね。まあ管理職のやってる方とかやったら、転職したらね、もちろんそういう管理職のポストみたいなやっぱあるんでしょうね、うん、でも一回管理職になるとよそ行ってもね、やっぱ頑張れるんですよ。やっぱ頑張れる人ってね、どんどんこの世界行ってもね、結果を出せる人だと思うんですよ。で、頑張れへん人は何やっても多分ダメだと思うんですよ、はい、僕はそう思います。絶対に成功すると思うんですよ。何やっても結果を出す人は、まあなかなか仕事はなかなか難しいですね。はい、言うてる間に完食いたしました。はい、ごちそうさまでした。はい、本日は、朝マック、ソーセージエッグマフィーと、チーズベーコンポテトパイとハッシュドポテトとアイスコーヒーでいただきました、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ほんま朝マックほんまたまにしか食えへんんですよ。なかなか時間がなかなかないんでね、ちょっと贅沢な朝飯でした。はい、本日はこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画を上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとご視聴の方も、最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、ぼちぼち出勤される方も多分たくさんおられると思います。今日から仕事頑張りましょう。僕も頑張ります。